絆が無限の力になる。進化を超えたインフィニティ級 RPG ファンタシースターポータブル2インフィニティ。ファンタシースターポータブル2インフィニティの舞台となるのは3つの惑星を持つウラール太陽系。プレイヤーは1億通り以上のバリエーションを持つ最強のキャラクタークリエイトシステムで自分好みの主人公を作ることができる。インフィニティポイント。選べる種族はヒューマン、ニューマン、キャスト、ビーストの4種族に加え、新たにデューマンも登場。これによりキャラクタークリエイトの可能性はさらに広がる。インフィニティポイント。しかもファンタシースターポータブル2のデータは全て引き継ぎ可能。前作で育てたキャラクターが今作でもそのまま遊べるぞ。インフィニティポイント。さらに新機能転生システムが登場。転生時に与えられるボーナスポイントを割り振ることでより強い状態でレベル1から育成し直すことができる。育てたキャラクターを転生することで無限に育成することができるのだ。プレイヤーは育てたキャラクターを使ってさまざまなミッションに挑む。新システムインフィニティミッションはミッションコードを使用してミッションを作り出すことができる。ミッションコードはフレンドサーチやミッション内のドロップアイテムとしてなどさまざまな方法でゲット。ミッションコードを集めて合成を重ねることで好みのボスやアイテムが取りやすいミッションなどを生成し無限にやり込むことができるぞ。バトルはファンタシースターポータブルならではの簡単操作で爽快なリアルタイムアクションを実現。ド派手な攻撃で強大な敵たちを撃破せよ。プレイヤーの行く手を阻むのは個性的なモンスターと巨大なボス。ミッションをこなしてモンスターを倒しアイテムを手に入れよう。インフィニティポイント。新モンスターや新ボスが大量追加。 PSO10 周年にふさわしく懐かしのあのモンスターも登場。インフィニティポイント。新アイテムも大量追加され、なんとアイテム数は3000以上。膨大なアイテムをコレクションすることで楽しみ方は無限に広がるぞ。ファンタシースターポータブル2インフィニティで遊べるモードは3つ。ストーリーモードでは民間軍事会社リトルウィングのメンバーとしてウラール太陽系の危機に挑む。インフィニティポイント。今作では新たなストーリーも収録。新キャラクターも登場し物語はさらに広がる。マルチモードでは波動区通信を利用して友達4人で協力プレイ。1人では困難なミッションも4人なら怖くない。インターネットマルチモードでは全国のプレイヤーとチャットや協力プレイ、対戦プレイを楽しめる。インフィニティポイント。今作ではインターネットマルチモードにビジュアルロビーを採用。他のプレイヤーとのコミュニケーションもさらに楽しくなるぞ。インフィニティポイント。新機能スクリーンショットを使えば仲間とのさまざまな思い出を写真に残すこともできる。インフィニティポイント。新通信機能のフレンドサーチでは街中で他のプレイヤーとすれ違うことで見知らぬ人とミッションコードを交換したりフレンドキャラクターを交換したりできるぞ。ゲットしたフレンドキャラクターはオートワードもそのまま引き継げる。コミュニケーションの可能性も無限大だ。ファンタシースターポータブル2を完全収録。しかも全てのデータを引き継ぎ可能。さらに数々のインフィニティポイントを加えることでまさに無限のやり込み度を得たインフィニティ級 RPG 絆が無限の力になる。進化を超えたインフィニティ級 RPG ファンタシースターポータブル2インフィニティ。